いや、まあ、好きな方いたら申し訳ないですけど、うん、ずっと思ってることがありまして、はい、山菜あるじゃん、山菜、うん、ね、すごい崖とかの、ね、とこに生えてて、うん、まあ、山奥にまず入ってくだけでも獣とかと遭遇しそう、危ないね。山菜って取るのめちゃくちゃ危ないんだよ、うん、あ、そうなんや。そう、山菜だぞまあ命かけて苦労してマグロとかクマとか、うん、なんかそういうものを取るならわかるけど、うん、山菜だぞなんで命かけてんだよ命かけなくたっていいだろ。食べる方も全然命かけてる、なんかその苦労を知らずに食うからあれ、なんだろ